どうも、小瀬です。今日のデザインはアジサイがモチーフになっています。中指のこの縦の感じは雨を表してみたんですけど、どうかな。地爪にはベースコートを塗ってから作業してください。ではスタート。親指キャンドゥのアッシュパープル塗っていきます。こういう透け感あるジェルはグラデーションやるのぴったりですね。ツイードブラシでぼかしていきます。あとはもうこれを繰り返すだけよ。ちょっと上から塗り始めて、でツイードブラシでぼかす。でもう一回塗ろうと思ったら、あら、ヘアピンみたいになっちゃった。私みたいにガサツにズボッとキャップを入れてしまうとこんな風になってしまいます。いい感じにぼけてきましたね。ここでマットコートを使います。この後絵の具を使うので色がしっかりのるようにマットを塗りました。このキャンドゥのアクリル絵の具セット使います。6色セットで100円、素晴らしい。でも蓋がこんな風にパカッて外れちゃうんだよね。パレットかっこお弁当の蓋の上にちょっとだけ取って、お水を混ぜて、これで花を描いていきます。あら、ちょっと水っぽいね。キッチンペーパーで水を取っていこう。でこっちにも1枚花びら描いて、さっきの隣にもう1枚。水が多すぎたかな、反省。ほとんど色が見えないし、と思いながらまた描きました。もう重ね描きすることにした。キッチンペーパーでこうやって水分を取ってるんだけども、一つ発見。中心に向かって取っていくといい具合に筋ができるのよ。ちょっとまた後で見せるから待ってね。また薄いので描き足しています。4枚の花びらで一つのお花を描く感じ。じゃあキッチンペーパーで拭くんだけども、外から中、お花の中心に向かってこういう風に誘導してあげるとうまいこと筋がつくのよね。で、乾くの待ってみたのだが何やら薄いということで、また描き足すことにしました。今度は結構お水を少なめで絵の具を溶いてみたよ。これはちょっと絵の具が濃いんじゃない。まあ見といて。中心に向かって筋をつけようと頑張っているところです。そしてキッチンペーパーで中心に向かってこうやって導いてあげると、あ、なんかアジサイっぽくなってきたんじゃない。どうでしょうかこれ。はい、ちょっと寂しかったのでちょんちょんを入れることにしました。絵の具が乾くのを待ちます。この後スタンプするんだけども、マットコートの上にはスタンプしづらいのでトップコート塗っておきます。マットからクリアになる瞬間、わ、思ってたよりもすごいクリアだな。そうか、キューティクルエリアほとんど塗ってないんだった、忘れてたな。マット仕上げでもこのネイル可愛いと思います。硬化した後スタンプします。シーンのスタンパー、ハワイで買ってきたこの濃ゆい白いスタンピング用のポリッシュ。まず1回普通にスタンプします。シーンのスタンパーです。プレートを掃除する前にもう1回スタンプします。同じようにポリッシュを乗せて別のスタンパーで転写します。最初に転写した方、1行目以外は全部取ってしまいます。2回目に転写した方、2行目だけを使います。だから後のやつは全部取っちゃう。この2つを使って1行にスタンプします。あ、ネバーの R が取れている。これに気づかずにそのまま次のスタンプしてしまいました。これ今編集してて気がついたので、もうこのまま仕上げております。はい、トップコートで仕上げます。 You never know になってるね。くー、一応親指完成。人差し指、中指、小指にキャンドゥのマグネットアートジェルアイリスパープル塗ります。1回目を普通に全体に塗ります。中指も同じように普通に全体に塗ります。小指も全体に塗って硬化。人差し指2回目塗ります。若干もったり塗ってます。
これは硬化せずにマグネットで全体的に粒子を浮かび上がらせます。中指も小指も同じです。全体に塗った後にふわーんと浮かび上がらせて硬化します。ボンプリティのメタルペインティングジェル、スーパーシャインシルバー、ダイソーの細筆でスキニーフレンチ作ります。スキニーフレンチだったらね、あんまり難しくなくできるよ。これ欲張って深く入れようとすると失敗しちゃうよね。小指にもスキニーフレンチ、もうちょっと深くいきたいかなっていう手前でやめる、やめ時が肝心。ニュアンスアートもやめ時が肝心だよね。人差し指と小指はトップコートを塗って完了しました。中指はバカラネイル作っていきます。今日はセリアのアイシングジェルクリア使っていきます。ダイソーの筆にこんぐらい取りました。まず真ん中にシューッと線引きます。シュー、まあ好みもあるけど、個人的には少々歪んでてもいいかなと思います。お好みで太さが足りないなと思ったら付け足してください。では仮効果、5秒10秒ぐらいかな。真ん中に引いた線のお隣に1本、仮効果を挟みながら線を描いていきます。今度は真ん中の左側に1本、真ん中に1本引いて右左右左と1本ずつ増やしていく感じ。途中仮効果を挟みながら最後はガチ効果、トップコートで仕上げます。薄めに塗った方がせっかく描いたこのボコボコの効果がね、なくなりづらいかなと思います。硬化して完成。これはレンジ師案件ですね。ぐるぐる回して楽しむやつ。薬指、基本親指と一緒です。アッシュパープルでグラデーション作っていきます。塗ってはぼかし、硬化して、塗ってはぼかして、硬化してを繰り返します。なぜか親指はこのアッシュパープルを3回しか塗ってないんだけれども、薬指は4回塗っちゃったので、結構な色の違いがあります。一番最後の方に出てくるので確認してほしいんですけども、いや確認しなくてもいいんだけどね。薬指と親指の濃さを統一するっていうこと全然頭になかったわ。ダメだ。マットコート塗ってお花を描いていきます。親指に描いた時は結構ね、薄かったから、今回は濃いめに絵の具を溶いて描いていってるんですが、はい、キッチンペーパーで中心に向けてこう筋を寄せる感じでシュッシュッシュッ。キッチンペーパーは余分な水分を取る役目と、こう筋をつける役目と両方になってるっていう、ドットを入れとこうかな。そしてやっぱり色が薄いなと思ったので、もう一回描き足してるっていう、このムラな感じがかえって自然じゃね。ダメかな。はい、では乾くの待ちます。乾くと薄くなるのよね。トップコート塗ります。このマットからクリアになる瞬間見るの好きだわ。これ硬化したらスタンプします。親指に使ったのと同じプレート、今度は違う文言をスタンプします。セリアのスタンパーに転写。いらない模様マスキングテープで取ります。トップコート塗って完成。マットコートでも可愛いよねこれ。自分の手の上に乗せていきます。薬指、地爪のマニキュアがうっすら透けてるけれども、雰囲気わかるかな？親指はね、はい、ちょっとこれわかりづらいね。多分こんな雰囲気になるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。You never know が悔やまれる。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。では、ドローンします。